会見の問題です。改めて会見への動きが強まってますね。背景の一つには従来型の財界アメリカになり政治が行き詰まってる。だから突破したいっていう思いがあります。決定する民主主義、ね、野田さんは、一体改革も増税もよくやったっていうやつですね。これは裏を返すと主権在民を形骸化していきたいっていうことです。二つ目にあるのは自己責任論を憲法化したいっていうやつですよね。25条を寛骨堕退して全ての国民の最低限の生活なんて守らないっていうやつですよね。維新の会なんかもう生活保護の水準が高すぎるって言ってますよね。アホかいなと思いますよね。で3つ目の改憲勢力は戦争です、ね。まあ、三菱重工をはじめ防衛生産委員会はめっちゃ儲かるわけですよね。でアメリカ様も喜びますっていうことです。ところがですね、日本社会の場合にはこういう改憲を声を大にして主張するのは皆復古派なんです ね。石原しかり、亡くなった立ち上がれしかりですよね。そうするとこの3つに必ず色がついていくんです。それは主権在民の形骸化、すなわち天皇元首化って出てくるわけですね。自己責任論の憲法化、すなわち日本型家族論って出てくるわけですね。女は家へ入れいうのも出てくるわけです。そして本当は保守派は3つ目の集団的自衛権について言えば自立したいんだけどなと思ってるんですね。でもこれ言っちゃうとボコボコに叩かれるので、力関係で負けですからそれは言いません。でただただ核兵器を作る能力だけは維持したいので原発だけは置いておきましょうぐらいに考えてるわけですよね。安倍さんがこう言いましたね、民放で。維新の会と96条の改正では一致する、国会の3分の2の賛成が必要だっていうやつを2分の1にするっていうやつですね。私らが言っても受けないんだが維新が発信すると国民的な話題になる、だから活用したいっていうことですね。で安倍さんは衆議院選挙、参議院選挙で国会の3分の2を取りたいってはっきり言います。だから今回の選挙の一つの重要な争点ですよね。改憲をする国会にするのか、改憲しない国会にするのか、重要な問題ですね。さらに安倍さんはこうも言いました。彼は2006年12月に教育基本法を改正して日本のなんか伝統がどうしたとか特目20項目を埋め込んだ本人ですよね。それを維新の会は精神を現場でしっかり実施していく、そういうふうに理解できた。そりゃそうですよね。先生が君が代を歌ってるかどうかを校長が口パクまでね調べに回るんですよ。そうやって徹底しましょうですからね。ところが日本維新の会は全国にデビューした瞬間に先ほど言ったような理由で失速したわけです。完全に失速したわけですね。だから石原慎太郎が立ち上がったんですよ。最後のご奉公って言いましたよね。あれは何だ、復古主義的改憲に向けた最後のご奉公ですね。今が最後のチャンスだと思ったんですよ。安倍が首相になりそうだ、で大阪から元気のいい復古派も出てきたと。だからそいつが今へこみ始めてる。ここを俺が支えないで誰が支えるっていうね、大舞台ですよね。で出てきたわけです。で真っ先に歩いていったのが立ち上がれ日本、あんたらが立ち上がれるんかみたいな人の集まりでしたけれどもね。そこで共同代表になりました。で数増やさんとあかん、減税日本を入れてみた、太陽の党だって言ったら維新の会が減税日本は気に入らないって言ったのでペッて吐き出しましたよね。で目的は維新の会を育てることですから減税なんてどうでもよかったわけですよね。でそれで日本維新の会にしていってる。だから僕はあれ石原慎太郎が出てきた時から維新の会は復古色がどんどん強くなってると思いますよね。で右派勢力のお喜びが高まってると思いますよ ね。ですから今のね第三極、少なくとも維新の会について言えば自民民主二大政党の単に受け皿ですっていうだけではなくて受け皿プラス復古主義的改憲推進の原動力にもなってる、これが現実だろうなと思います。で維新の会はともかくもう俺たちは国会に地方を築きたいと思ってますからもう何でもいいやってなってるわけですよね。なので毎日政策が変わっていくんですよ。代表と代表代行が全然違うことを毎日言ってるっていうね、ちぐはぐ状態になっても勝てば彼は勝利だと思うわけですよね、という道を歩んでるわけですよね。もう一回我々が頑張ってやらないといけないのは2007年を再現させるっていうことですね。2006年7年安倍首相時代というのがあったわけですよ、ね、慰安婦問題アメリカが決議しても謝らないって言いました。あの時民主党は松原陣を中心にして20人ですね、
こういう右派組織も作ってたわけです。で、2004年から我々皆さん九条の会を作って、それまであの読売の長年の世論調査で改憲多数派でしたよね。この国の世論は九条は守れだが改憲はしてもいいだったわけです。そのねじれ現象をひっくり返したのがこの瞬間ですよ。九条も守れ、憲法も守れになったわけです。その国内の戦いをもう一回ね、回転休業の九条の会をきちんと見せびらきしないといけないっていうことですよね。合わせてですね、あの時重要な役割を果たしたのはアメリカだったと思います。アメリカはブッシュ政権の1期と2期で、安倍氏の時は2期だったわけですよ。1期目のブッシュ政権は中国は潜在的敵国っていう位置づけでした。2期のブッシュ政権は中国とアメリカは建設的パートナーシップっていうのに転換したわけですね。なぜならばもはや中国は封じ込められない、アメリカの財界の利益を中国市場で取るっていうことを最重視する方向に転換しようっていうことです。だからオバマ政権もヒラリーさんも21世紀の最重要二国間関係は米中関係だっていうわけですよね。それこそが大事だ。で、その方針転換に基づいて日本よ、我がアメリカの言いなり国家として頑張れって言ったら、日本がくるっと振り向いて靖国問題で誰も口を聞いてくれませんって言ったわけですよね。それでアメリカが 駐日大使が靖国神社の優秀館へ行ったら、あそこの展示にはご存知のように英訳がありますよね。英訳見ていったら太平洋戦争をアメリカにはめられたって書いてあったわけですよね。で、もう激怒したわけです。で、その年の年末優秀館は1週間店じまいをしてアメリカに怒られるところは消したわけですね。あのね、今もね、日本語の解説だけついてる箇所ってとびとびにあるんですよ。英文は消されてるっていうところですね。ね、ここにも立派な民族主義者がいたと思いますよね。で、その後小泉を靖国へ行くな、お前はどうしても行くのか、じゃあポスト小泉を靖国へ行くな、その瞬間が安倍晋三だったわけですね。だから安倍晋三は結局慰安婦問題でアメリカまで奥さん連れて謝りに行ったわけですね。ね、でアメリカに謝った瞬間に韓国のメディアからお前謝る相手を間違っていないかって怒られたわけですよね。あの瞬間をもう一回再現する必要がある。アメリカの路線は今も変わってないですよ。中国が大事です。だから尖閣問題でアメリカは絶対に出てこないですね。韓国が大事です。だから竹島問題でも絶対に出てこないですね。日米同盟はもはやそんなもんだっていうことですよね。アメリカにとって大事な時に日本来いとは言うけれど、日本がピンチに出て行ったりなんかするもんかっていうことですよね。ですから我々が国内でですね、この九条の会その他さまざまな団体の運動でもう一回護憲の力を燃やす必要があるということですね。ワシントンポストが面白い記事を書いてました。日本は右傾化が進んでるよ、だけどって言って一番下で、軍事力保持への複雑な感情が根強く右傾化には一定の限界があるっていうふうに言ってますね。我々が頑張ることを含んでるわけですよね。さすがアメリカ冷静だなって思いましたよね。復興主義と構造改革の関係について一言だけなんですが、構造改革はね、財界大資本の資本の論理は構造改革を強権的に推進したい、それは間違いないです。だけど強権的推進が天皇主義に結びつく論理は資本の中にはありません。そんなものは何だっていいんですよ。儲かりさえすればどんな手も使うんですね。ではなぜこんなに復興が出てくるんだ。これはかつての戦争を総括していない日本社会の社会的な意識思想の問題ですよ。だから安倍内閣の時にもね、財界人の発言はいろいろだったわけです。経済同友会なんかからは中国と仲良くやるために侵略戦争を直視した方がいいっていう財界人も出てくるわけですね。その時安倍晋三はどう言ったか、日本の伝統を金で売るのかって言いましたよね。で財界人のもとに右翼から鉄砲の弾が送られてきたりもしたわけですよね。明らかにずれてるじゃないですか。中国で儲けたい、東アジアで儲けたい日本財界と、ね、慰安婦でも領土でも中国を敵に回そうとする復興主義の政治家、明らかにねじれてます。ねじれてるんだけれども、ねじれてる者同士が支え合わないといけないのが日本の支配層の実態なんです ね。ねじれてる者はね、無理やり整合的に捉える必要ないですよ、ね、醜いものは、歪んだものは歪んだままに捉えないといけないですね。これが日本資本主義の歴史的な更新性の表れであり実態だと思いますよね。